はい、どうも、カパ院長です。じゃあ、この動画ではね、中居正広さんですかね。中居正広さんって、でも、まあ、退所して独立したっつっても、ジャニーサイドで仕事してたような気がしたんですけども、実際どうだったんですかね。でも、なんか救世主になるか。お、もしかして、この株式会社木村拓哉じゃなくて、株式会社中居正広で行くのかな。まあ、中居さんがこの退所後も、事務所スタッフと連携、あ、やっぱそうだよね。ジャニーズの後輩たちに示す、なんか生きる道みたいな。まあ、なんかこの救世主、中居さんに何とかしてもらおう的ななんか動きがあるとかないとか。そういえばなんかソフバンの CM に出てましたっけ？新しく。なんか関係あんのかな？こっからは、ね、こっからは俺の時代だ的な。うん。まあ。どうでもいいっすかね。どっちでもいいっすかね。うん、リズミカルな足さばきに軽やかなターン、スターのオーラを振りまく日本を変えるすごい男として中居正広さんがソフトバンクの新テレビ CM に降臨していたと。ド派手な衣装とキレキレのダンス、劇団ひとりとの共演は放送初日9月14日から話題沸騰、約4年ぶりとなるテレビ CM へ凱旋を飾っていたっていうんですけどね。ああ、そんな久しぶりの CM だったんだっけ。へえ、なんか DJ 社長が借金5億円9月中に返さなきゃいけないみたいな。まあ、それほどどうでもよかったな。9月17日には、8月末にジャニーズ事務所を退社したばかりの、元キスマイ、キスマイフットって読むんだっけ、これ。北山、何これ、ひろみつさんが、滝沢秀明さんが設立した会社 2B への所属を生配信で報告。この時北山さんが着ていた濃紺の特注スーツは前の日に中居さんからプレゼントされたものだったことを明かしていたと。ああ、なんだかんだ事務所のこの、なんだろう、後輩たちの面倒を見ていたっていう、そういうことが言いたいのかな。で、以前にも増して各所で存在感を示している中居さんですが、そうなんだ。ジャニー喜多川氏による性加害問題についてはスルーで、これには批判の声も聞こえていますと。あれだけ力の入った新 CM なのに会見が行われなかったのも、この問題について質問されるのを避けたかったという事情があるのかもしれませんと。で、ジャニーズ事務所が会見で、創業者なきジャニー喜多川氏による性加害の事実を認めたのは9月7日のことだったと。で、その後現在、19日に至るまで中居さんはこの件に関して言及していないと。中居さんといえば過去にも沈黙が世間の注目を集めたことがあると。ジャニー氏が亡くなった時、亡くなったことが報じられると、当時事務所に所属していた多くのタレントが立て続けに追悼コメントを発表。まあ、木村拓哉さん、嵐、TOKIO らはもちろん、ベテラン格の近藤真彦からジャニーズジュニアに至るまで、個人への思いをさまざま口にしていたが、中居さんはそこに加わることはなかったと。で、ジャニーさんが緊急搬送されたとき、長い間病室で付き添っていたのが中居さんでした。あ、そうだったんだ。失意が大きく言葉が見つからないのではと、精神状態を心配する人もいましたと。その中居さんが公の場で初めてジャニーさんへの思いを言葉にしたのは、訃報から数日後の、中居正広のニュースの会でのことだったと。で、中居さんの胸の内には、ジャニー氏への感謝の思いが詰め込まれていた。で、放送では、今となっては人気 MC に成長した中居さんのトークスキルを最初に見抜いたのはジャニーさんであったこと、2人が交わした最後の言葉は病室で、バイバイ、また来るね、というものだったことも明かされたと。中居さんにとって SMAP の生みの親であるジャニーさんは、授けるものを授け、磨くべき才能は磨かせてくれた恩人だったんだろう、っていうふうに言われてるんですけどね。で、そうした思いはジャニーしなきゃ後の中居さんの行動にも現れていると。中居さんは22年2月個人事務所であるのんびり中居の設立記念会見、設立記者会見に臨んだと。 MC も本人が務める二刀流で会見を進め、ジャニー事務所を円満退所したことなどを丁寧に説明し、会見の終わりにはジャニー氏の遺骨をポケットから取り出して見せたと。で、滝沢さんを通じて分けてもらったと説明し、独立しても感謝の気持ちは変わらないだと、ジャニーさん、ジャニー愛を示していたっていうんですよね。なるほど。で、その後も6月の父の日に合わせ、和歌山県北部の高野山にあるジャニー氏の墓を訪れるなど、深い愛を忘れずにいる中居さん、
ジャニー氏を恩人であり父としても慕っていた中井さんだけに、彼の性加害問題については複雑な思いを抱いているだろうと。悲しい気持ちややりきれない怒りを誰より強く持っているはずです。番組で、キャスターが持っているのなら話すべきという声があるのも分かります。中井さんにとって、そう簡単に言葉にできる話じゃないんでしょう。で、それに彼の言葉は後輩たちの今後にも深く関わってくるかもしれませんので、より慎重になるのも無理はありませんと。で、ジャニー氏の死後、ジャニーズ事務所を退所したタレントは少なくないと。その OB の中で現役のジャニーズタレントと共演を重ねているのは中井さんだけ。そうなんだ。8月には中井まさりの金曜日のスマイルたち、坂本さん、長野さん、井ノ原さんら20th century かっこトニセンって書いてあるけど、これ V6 の半分の方でしたっけ。お酒を交えつつリラックスした雰囲気でトークを繰り広げ話題を呼びましたと。この時は自ら 2BA の所属を発表して間もない三宅さんを話題にしていましたと。が、これができるのは中井さんだから独自の立ち位置を印象付けましたっていうようなね、もうなんか喋っててもだん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 この一言ごとにこの興味が失せていくのがわかる。あ、そうなんだ、ふーんみたいな。そっか、ふーんみたいな。いや、もう株式会社中井正広で、株式会社木村拓哉がダメならもう株式会社中井正広でやればいいじゃん。それダメなの、ね、木村拓哉さんがダメで中井正広さんはいいのはなんでなんですか。じゃあ逆に聞きますけど、別に僕どっちの肩を持つつもりもないんですけどね。中井さん今回のまあたまたま、まあそもそもこのソースの媒体が違うんでね、受け取り方もいろいろなんかそれぞれこの書き手によって違うのかもしれないですけど、さっきのはもう一方的にこの木村さんがこの悪者に仕立て上げられてるっていうこの世論のなんか代弁する格好でね書かれてましたけども、この中井さんにはこの厳しい声って別にないの。なんかちょこっとだけね、今のところこの件に関してこのスルーなのがなんかツッコミがね、うん、まあ、それは来るでしょうね。うん、でもさ、前から言ってますけど、結局このジャニーズの中でも、ね、今この被害者面の会でブー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 言ってるやつらはさ、うん、だけどジャニーズの中でもね、結局このなんていうのかな、稼がせてもらえなかったやつらでしょ、ね、デビューできなかったやつとかさ。中井さんだってね、成功者側の人間でしょ、ジャニーサイドの人間じゃん。うん、それは言わねえだろ。うん、だって他の人たちだってみんなそうじゃん。それはいいとか悪いとかね、そんなのは別に何とも思ってないんで、うん、ね、それはだってどんだけ世間でこの犯罪者だろうが、ね、極悪人だろうが何だろうが、ね、世話になった、ね、うん、彼のおかげでここまでね、このやってこれたっていうのが事実なんだろうから、うん、なかなかそこはそれはそれでもダメなものはダメ、犯罪は犯罪ですよっていうのは、うん、多分彼らの立場としては無理じゃね、それ要求してもって思いますけどもね。だからそれをね、事務所の問題だ、ね、タレントは関係ない、それは違うだろうっていうのが、うん、今そういうなんか風潮というかさ、ね、ツッコミ非難が殺到してきてるんでしょ、うん、だから余計なんか言わないんじゃないですか、そう簡単には、うん、まあなんだろう、逆にね、そろそろこのジャニーサイドの方から反撃が起きるんじゃないの、なんか被害者面の会のやつらに。なんか滝沢さんがなんか、この滝沢さんにこの噛みつこう、まあこれ次の話ですけどもね、滝沢さんにこの攻撃しようとした、そういうつもりはなかった。なんかこの、ね、このわちゃわちゃ やり始めてたらしいんで、じゃあ次その話しようかな。なんかもう興味がうせかけてますけど、うん。まあなんか中井正広さんでした。救世主ってなんだよな、うん、まあなんかそのタレントさんたちでね、このジャニーズからこのくら替えする、まあなんかその、うん、橋渡しじゃないけど、うん、どこに橋渡すんだろう、自分の事務所で気を、あれか、滝沢さんのところにつないであげるのかな、うん、まあなんだかよくわかんないですけどね。まあ、株式会社中井正広で行けばいいじゃん、ダメなのそれは。では今回以上です。